ということで1時から10時までということで、拓郎さんがずっと DJ を続けているこの時間は7時回ったところではありますが、ね、日もすっかり暮れました。8時になったら、ビールが飲みたい。ビールの時間。9時になったら焼酎の水割りでいいよ、はい、10時になったら水割りも濃いのくれっていう時間帯です。10時で一応終わる予定ですけども、うん、水割り入ればもうちょっと喋れます。もう言ったらもう夜中までやっちゃう。あ、次の番組まで押しますか。はい、もう次のスタジオ行って俺っていうタイプなんですよ。俺って結構本当にいいな。はい、それではたくさん皆さんからファックスであったり電話であったり来てますので、はい、紹介していきますね。先ほどのフローリスト花春さんって花屋さん、お花屋さんの別の人なんですよ、うん、木村修平さん。休みかね花屋さん。いや今花の配達の途中です。先ほどは相棒のファックスを読んでくれてありがとうございました。相棒を拓郎ファンにさせたのは実はこの俺です。車に乗せるたび拓郎をかけ続けました。おかげで今ではすっかり拓郎ファンです。拓郎さんの今のヘアスタイルもなかなか素敵です。なんだかとっても男らしいと相棒は言っていますというね。そうです、はい、そうです。そしてこちら厚木にお住まいの庭美和子さん、はい、結婚した当時のテレビのドラマの主題歌でした。これを聞いていてなんて素敵な声の人なのだろうと思い、それ以来本当ですか。私、うん、ね、こうやって目の前でお話伺ってますでしょ。で、私耳にこのイヤホン入れてますけれども、うん、で、拓郎さんの声ってやっぱりすごいいい声ですよ。あ、声がいいですか。はい、すごくね、なんと言ったらいいんでしょうね、うん、お腹の中からスーッとこう喉ゆるゆるゆるっとこう出てくる。うどんが出てきたみたいなね、それ綺麗じゃないね、ちょっともなんか表現がお腹の中からゆるゆるゆるぬゆぬるじゃない、どうつったっけ、なんかゆる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 っていう、こう、ガサガサガサって最初おっしゃってましたでしょ、うん、岩がどうのとか、拓郎さんの声を表現されるとか、そうそう、潮風に枯れた。それはもしかしたら歌を歌ってらっしゃる時かもしれないけども、うん、こうやってお話しされてる時、お腹の中からドワーンと出るんじゃなくて、うん、こう、揺らめきながら出てくる声だなという。うん、あ、たぶん。うん。後でゆっくりまた、はい、この、なんだっけ、大宮で。大宮がテーマですけども。はい、中野区にお住まいの田口清子さんからも、いただきました。吉田拓郎さん、はい、元気です。あ、お元気です。元気ですよ、はい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 。はいが多すぎると多すぎる、はい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 、よく言うじゃないですか、おじいさんでそういう人ね。はい、はい、は1回でいいの。そう、はい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 っていう。拓郎さんへのリクエストお待ちしています。電話番号 048-822-8888、 電話は8時までの受付です。ファックスは 048-822-0755、 どしどしお寄せください。吉田拓郎 20th anniversary。 元気です。あいつの部屋には男がいる。リクエストいただきましたのはファックスネームがマンボウ松本さんから、松木さんだ、ごめんなさい、僕はバレーボール部に高校の時いました。先輩がいつも拓郎さんの話をしていて、なんとか先輩に気に入られようと思い、そうだ拓郎の歌を覚えようと決心し、初めて覚えた曲がこの曲でしたという。あいつの部屋には男がいるというね。そう、よかったですね。よかったすごい聞き流してしまいました。今井信介くんはラジオを聞いていますが、30代40代の人もリクエストをしていて感動していますという。これどういう意味なんだろうね。普通は、うん、感覚的に言うと30代40代の人はすごい一生懸命こうね、うん、ファックスしていって、で子供、例えば大人の方たちが聞きながら、あ、子供たちも分かってくれてんだな、いいなっていう風にね、感動するんだろうと思うんだけど、うん、こういうのには出すのはきっと子供だけだろうと思ってたんでしょうね。あ、なるほどね。大人の方もお手紙なんかもね、結構年齢、いや本当にね、はい、まあそのお客さんとかコンサートのね、うん、それからそのどんな人が来たっていいと思うんですよ、で僕だって40過ぎてやっぱりマイケル・ジャクソン見に行ってギャーギャー言ったりですね、うん、プリンス見に行ってギャーギャー言ってるわけですから、それいいんですよ、だから、はい、逆に言えば誰が言ったって、うん、でまあただある程度の年代になってしまうと、日本人特にそうかもしれないけど、なかなか行きにくいんですよコンサートって。で例えば子供連れて行けるコンサートの雰囲気とかね、少ないですからね、うん、で僕は子供の頃思ったのはやっぱ年取ったら演歌を見に聞きに行くのかなと。結局だから僕はつまりうちの姉貴とか、亡くなった親父たちはやっぱりそういう歌が好きでしたから、俺もやっぱり姉さんみたいな年になるとやっぱり南春夫さんのステージを見に行くのかなっていう感じはあったんですよ、子供心に。ただほらやっぱりやってきた音楽はちょっと違ってたもんだから、なんかそれをねこう申し訳ないけど、僕演歌がダメとかなんとかいうのは言う気は全然ないですが、なんかこう
なんかみっとも良くないと自分で思ってたんですよ。 だからねそういう意味では日本のコンサートっていうのがねあんまりこう大人が行きにくい、うん、ところが吉田くんのコンサートはすごいです。もうこの間驚きました。日立、はい、日立というところで、あの茨城県ですか、はい、あの何十何年ぶりに行ったんですが、ご近所のおばさんがつっかけのままであの一番前の席にですね 3,4 人キャン食いながら大股開きだったですよ。それを見た瞬間にやめようと思いました。大人が来たっていいね、いろんな人が来ていいって言いながら、来るときは多少考えてくれっていうのがねやっぱりあります。正直言ってステージバーって出て、わーって言ってるのはいいんだけど、やっぱり目が合うんですよ前の方って。必ず目が合ったりして、知ったやつがいたりすると、なんで今日も来たんだとか、うん、ね、それからあの追っかけのおばさんがいるんですよ。結構おばさんで追っかけちょっとなんかここまで来なくていいのよとかいう感じとか、それからそのファッションが今言ったように近所から突っかけで、久しぶりでたくろくるからですね、お家を飛び出してきてみたいな感じ、突っかけでアンパン食いながらぼーっと口開けて大股開きで見てると、歌ってる歌が死んでしまうっていう気がしてね、帰ろうって気になるんですよね。だからぜひあの前の方のお客さんはなるべくあの僕を喜ばせるような、盛り上げる、みんなが盛り上げながら行かないと長生きできませんから、はい、環境づくりはですねみんなでしたいと思います。まあそういう話もありましたけれども、最近やっぱり大人も楽しめるコンサートっていうのは、うん、あのあちこちで皆さん頑張ってる。結局だから僕たちが年を取ってきたってことですよ。あのそういう前例がないんです日本には、うん、あの例えば44歳で全国ツアーやってるやつっていないですからね。そうです、ね、いないんですよ。あの例えばね、あの釜谷津博っていう人がやってるかってやってませんから、でそうやってないからいけないとは言いませんけども、やってる人はいないと、うん、そうなると前例がいなくなってきて、僕やずっとやってなきゃいけないですよやっぱこれはツアーを、はい、だから50になっても全国ツアーができるかどうかっていう問題はこっち置いといて、行けるとこまではツアーっていうのをやめまいと、そこにいてやろうっていう感じがありますけどね、うん、ただお願いだから前の方に来る人は足開かないでお願いしますよ。本当にすごいロマンチックな歌を歌ってるのに足開いてボーッとされるとね、おばあさんって言いたくなるんです。気をつけてください。はい、はい、そして先ほどちょっとね、武田鉄矢さんがお昼の時間に遊びに来ていただいた時に、お話に出ました、うん、映画の映画、はい、あのですね、84年の頃だったんですが、妻恋というところでワンラストナイトっていう、最後にしたいな、こういうイベントっていうので、一回、まあ、妻恋というところ思い出もあるし、将来僕はそこに住もうかなと思ってるんですからね、でそこで最後のコンサートやっちゃおうっていうんで、やったんです。でなんでそれ やったかっていうと、まあ、あの飽きてたのコンサートツアーってね、うん、今はやんなきゃと思ってますよ。で僕はさっき言った飽きやすい人間だから、飽きるんですコンサートツアーって、例えば今日、大宮に来て歌って、東京帰るっていうのはコース決まってるでしょ、で大宮だって日帰りだとか、いうなんかこんないつもやってる道をね通ってるってことはすごい好きじゃないんですよ、なんか横道行きたいんです、性格が、でそれをずっと日本中ドメスティックに回ってると飽きるんですよさすがに。で若い頃はね、札幌の近畿が食いたいとかホッケがうまいとか言いながら何か理由づけてね、行ってましたけども、年に2回ぐらい行くっていうパターンをね、20年やってるとさすがにもう行けないっていう、なんかそれか自分の曲にも飽きてくるとかね、いろんなその飽きが来て、なんか違うことしたいなと思ってると、徹也があのその前から刑事物語っていうシリーズを彼は作ってて、んで、主題歌を書いてくれないかってんで、広島弁でやってみようかっていうアイデアとか出てですね、面白かったんですが、その頃から映画のことをよく彼は熱弁するタイプですから、旦那3億儲かるよとか、嘘ばっかりですが、いつも旦那5億とか言われて、映画やんないかって、84年に、浪人っていう映画を徹也が作って、散々の悪評でしたけども、悪評なんですよ、大体、映画の、アイレンチが作ると。桑田が作った稲村ジェーンも、お客さんはたくさん来てるんだけど、評論家にはするとボロクソでね、いいこと言いませんもんね、そんなもんでいいんですよ、作ってみろっていうことですから、だから徹也も僕は映画作ってるっていうことすごい偉いと思うんですが、現場のね、あの凄さを見るとね、映画を作ることがどんなに大変で、見ることが簡単で、評論を言うことが簡単かっていうか、本当にね、これを生き地獄っていうんですよ、映画のロケ現場、ずっといらっしゃったんですね、僕たちも何ヶ月間かその離れ小島に閉じ込められて、そこでロケをやるんですけどね、朝4時頃からですよ起きるの、それで夜はまあ日が陰るとないか6時頃終わるんですが、ずーっとワンシーンをたっただ映画館行ってみると、ほんの30秒ぐらいのことを1日がかりで朝4時から起きてやってるんですから、大の大人がいっぱい集まって、ああでもないこうでもない、見てる方は楽だなと思うんだけど、やってる方は、僕なんかね、高杉晋作の役ですが、今日は雨だなっていうだけで、2日
で僕はねずっと「あ今日雨だ」って言ってるだけなんですよ。で俺はいいと思ってるんだけど監督はダメって言うわけ。でも、うん、あ今日雨だなって言ってるんだからダメも何もねこれしかないのセリフは、うん、何がいけないんだろう、うんがいけないのか今日はがいけないのか雨だながいけないのか何かが気に入らないんですよ監督の。そういうことがいっぱいあって、まあ監督の言うがままにするしかないですからね現場ってのは、うん、でその監督が今日撮りたくないって言うと撮れないんですよわがままが始まったりすると。だからもう地獄そこへ持ってきて、うん、ほら共演浅野温子さんっていう女優さん、浅野さんが子供ができた頃だったんですけどね、うん、ちっちゃい子供連れて来てるんですよ。なんか母親なんですよねだからその時は、で浅野さんを犯さなきゃいけないんです僕は、うん、役だからで犯せないの子供抱いてるからずっとそのなんていうの本番前まで子供をこうやってるような人をね上から乗っかっちゃいけないっていう気がするんですよ。でもね監督はねその前いろんな洋画を見せるわけ、例えばワンサーポンナタイムアメリカを見せて、こういうふうに犯してくれとか僕に言うんですよ監督さんって、女優さんには言わなく男優さんの方に拓郎さんねこうやって犯してくれると結構色っぽいんだよ、ね、監督犯すシーンやりましょうよって犯しちゃっていいからすごい人事だと思ってね言うんですが、浅野さんという方もご存知のように性格のきつい方ですから、なかなか起こさせてくれない。で、僕はある日、事前にね、浅野さんの承諾得とこうと思って、よっしゃいいのに、あつこさんちょっとお酒飲もうとか言って、で、飲みながら、乱暴しちゃうシーンがあるんですけども、監督は、アンサーポナテミンアメリカを描いてるらしい。いいですかって言ったら、いいけど、それだけ、いいけど、女優さんの、ずぶとさ、それが女優さんのこう力強さってその時ね、あ女優さんって平気でやっぱり平気かどうか分かんないけどやっぱ胸を出したりとか犯されたりすることは、うん、いいけどっていう感じなんだなっていうね。そこへ行くと男の俳優ってのは武田鉄矢を筆頭に、武田鉄矢がある日ですね煮詰まって出てる僕にね、拓郎さんちょっと僕の部屋来ませんか、面白いもありますよ、てっきり僕はアダルトだと思って、てっきりもうだって男状態ですからね何十人っていう、今日ぐらいそんなはめやすそうなんて気分で徹夜が僕には行きませんかつって、で行ったらなんと坂本龍馬の本を見せてくれるんです僕に、見たくないと思いません？それなくてもずっと坂本龍馬やってるわけですから、で目の前に徹夜がずっといるわけ、朝から晩までもう龍馬飽きてるわけ、それこそ僕飽きっぽいから、飽きてる上にいいものがありますからつって坂本龍馬の写真見せてくるのねえだろっていう、そういう現代ですよ、女の人はだから女優さんなんか僕その浅野さんに限らずねすごいと思うのはやっぱりそういう花猫島で仮設トイレですよ、トイレが、もううだるような暑さのところでやっぱり大から小からこなすわけですよね、みんなが、男はまあそれでも汗びっしょりかきながらいいけど女の子は大変でしょう、浅野さん平気で1日2回ずっと見てました本当にそういうね映画を作るっていうのはみんなの見てるほど楽じゃないっていうのがね、ありますから、桑田がその作った稲村ジェーンがその音楽作るの365倍疲れたっていう、よく分かるような気がして、それぐらい疲れますよね、でそう思って映画を見ると、結構映画もね感動的です、そういうことをね武田鉄矢がいろいろ僕に教えてくれましたね、その刑事物語の主題歌ですが、これ聞きましょうか、そうですね、たくさんリクエストもいただきました、上尾の入れ歯職人さん、荒川の源田誠さん、そして青梅の佐々木英二さん、やはり映画について話が聞きたいというメッセージを載っけてくれていました、刑事物語の主題歌で聞いて、その時は拓郎さんを知りませんでしたけれども父に聞いてそれ以来しっかりファンになりました、若いですけれどもすっかり70年代の人間のような気持ちになっていますという19歳の、田子さとしくん、それから内藤貴博さん、そして飯田進さん、うわーいっぱいあります、これね刑事物語ってワンシーンだけ僕出てるんですけどね、それすごいんですよ、高知の方までロケやっててね、体が徹夜たちなんで、ちょっと出ません遊びに来ませんとか言ってセリフがおっおっって言うだけなんですが、ラーメン屋でそんだけで出てるんですよ、それだって一応共演ですから、僕なんてそうです、浪人なんてね、原田美枝子とか共演ってなってるでしょ、会ったことないんですから本当にそういうもんなんですよ映画って不思議に、はい、それではっていうことでもう思いっきり盛り上がってしまいましたがいやいや、あなたは、はい、地元ですよね、地元じゃない、あ、二人は地元、埼玉、あ、君は違うんですか、高見沢はもう本当に地元です、あいつは川口です、だよね、僕は墨田区で、僕ね、だからこの番組が決まった時に、はい、坂崎、あ、近いか、はじめまして、あ、どうも坂崎さん、坂崎さん、ある日の坂崎です、どうもどうもどうも、遠路はるばる、いえいえ、そんなに2時間かかりました、本当にさあ泊まっていけよ大宮だって今日生放送があるんですよ、いいから大宮からやればいいんですよ、半蔵門で、半蔵門いいよね、いいよね、いろんなこと言ってます
その、はい、ここ出身だと思ってたもんだから、高見沢子なんですよ。高見沢に頼んだらよかったね、じゃあ。埼玉探訪っていうのを、メンス持って回ってくれって。2択ぐらいだったら埼玉で、まあ、秩父の方ですからね。うん。すごいですよ。ヘルメットかぶって栗拾いやりつく。そっちの方の栗を育ててるおじいちゃんとか、こうインタビューしてほしかったんだよね。あ、それ。で、マネージャーが忙しいっていうことは。関さんちが。あ、忙しいんですよ、ね。忙しい。今朝もね、朝6時まで、プロモーションビデオ撮りでやってたんです。最近、アルフィーレコード出さないの？今月の17日に。長いなんですよ。長く出してない。19ヶ月ぶりです。うん。アルフィーとしては。アルフィーとしては。長い。B の方ではちょっと出しましたけど。ああ、あれどうしたの？ B グループだよ。B の方。B の方も、一時NHK で踊ったのですけど、もう、まだ死ぬんじゃないかと思ってたけど。マゴロさんどうしたんですか、そういえば NHK の司会の方。降りた。俺、あの手は無理だよ。愉快にオンステージ、タイトルからして、俺に合わないの。最初からずっと、NHK のプロデューサーに、俺に合わないって言ってんだけど、大丈夫、そのうち慣れるって。慣れない。慣れないんだよ。ないですもんね、タコさんね。ダメよ、石川さゆりとか来たら。なんか俺もうダメ。いや、ずっと見ててもね、タコロさんしかやんないなと思ってたんですよ、最近。ああ、降りちゃったんですよ。あ、そうなんだ。中村雅俊が変わったんじゃないの？知らないからさ、知らない。できないよ、ああいうことは。それで、話は違いますが、はい、その、アルフィーが、ええ、その、アルフィーになる前、はい、コンフィデンスというグループだったっていうのはあります。はい、あ、アルフィーの前ですよ、前、はい、うん。ビートルズの前ですよね。なんだそれは。さっき聞きながら来たんでね、頭の中がどこに。お前ね、お前たちビートルズだったの？時々勝手なこと言うからさ。4人だったよ。え？ 4 人だったっけ？あ、そうそう、ビートルズだったじゃん。俺ね、インドがやめて。俺坂崎と話すの本当好きじゃないの。なんで？わかんなくなる。話が。でも3人いるよりはいいですよ、うちら。3人いたらわけがわかんない、この3人。深夜放送なんかに来てもらったら大変なことだから。あのお正月の番組すごかったですね。お正月、ね、マリコの部屋でって、マリコとコービーって変な歌を歌ってますよ。マリコとコービーするな、正月から。タコさん、笑って終わっちゃったけど。わけわかんない英語喋るグループ。あ、マンなんて。うん、マンなんて。人間なんてですね。そう。そういうね、大したその、なんていうんですか、知的な水準はないのに、うん、知的であろうとする、この3人。だから、この B の方のグループも、はい、この NHK でね、見たときに、うん、俺はもう本当にさ、ほとんどみんな死ぬんじゃないかと本当に心配したんだから。そうはぁはぁ言いながらさ、やりましたね、でも。誰のアイデアだったの？ああやって踊ってみよう。踊ってみようっていうかね、まあダンサブルなバンドになろうと。だからさ、唐突なんだよ、アイデアが。そうですよね、うん。ダンサブルなバンドになろうっていうんで。うん。うん、いや、最初は違ったフォークグループだったんですよ。タブロさんの、モノマネで入ったんですか。釜谷さんのバックもやったことあるんでしょ？ B でですか？いやいや、もっと前に。アルフィーですか？アルフィーで。アルフィーでやったことあります。ねえ。だからそのコンフィデンスっていうのが、大学1年前だったんですよ。うん。小室さんとかにいたの。六文銭ファクトリーに。及川晃平さんなんかとか。ああ、そうあるは日傘のその上に置いた。その人今何やってるか知ってる？さっき言ってた。テニスのインストラクターだったんだ。似合わないですね。似合わないよ。誰も知らないと思うけど、及川晃平って。いや、知ってますよ、ラジオ。知ってるかな。タクロさん知ってる人は。あ、そんなに。思い遂げば知ってる。そんなに狭い守れたしって。すごいな、ね、あの人がテニスのインストラクターだよ。あ、今ですか？うん。想像なんかできない。全然、うん。俺もね、最近出たんですよね、そのキングサーモンのアルバムが、六文銭の CD が。うん、で、聴き直してて、うん、そういや、及川晃平さん何やってるかなって思ってたとこなんですよ。ああ思ってたところだった。思ってたところだった。テニスのインストラクターと。帰り会いに行く？え？大宮に住んでる。本当だって、ね。生放送なんですけど。大宮に行こうです。で、コンフィデンスが大学1年までで、そうそうそう、で、デビューするときに、大学2年のときに、うん、まあ、新たにね、うん、名前を変えて、その大手、田辺エージェンシー、うん、日音、ビクターと。3社。大手、ね、大企業が集まって、彼らを売り出そうと、うん。もう今のバンドブームと一緒ですからね。うん。うん、こいつらはガルの弟分として売ったと。ガロねー。田辺エージェンシーですか。ガロを上回ろうと。上回ろうと。一人多いし。一人多いし。なるほどね。で、デビューしたんですよ。で、銀座なるとかへ。で、よくですって。結局その頃は、アルフィーは、自分たちでは、ええ、もう、だとは、長いんだよね、キャリアとしては坂崎。16年ですね、アルフィーになってから。だからその前のコンフィデンスで言うと、ね、もしかしてオフコースが古い？オフコースのが古い。古い？古い。あれ二人でやってるって。二人の前からありますもん、オフコースは。あ、そうなの？そうですよ。4人とか3人とか。あ、知らない。坂見沢シングル版持ってますよ。オフコースの？ファンだった。ファンだったみたいですね。もう今日は話が入り乱れてるね。僕は拓郎さんのまだ言ったことないんですけど、ファンだったんです、うん。俺は言ったけど、財津に会ったことないから。何の話かもう、ファンだ。わけわかんないけども。それ曲聞きましょうか。はい。うん。はい。じゃあ、B の方で。B の方ですね。B の方で。はい。
いいのかな、はい、いや、ビートボーイ、ショック・タクロー23。アルフィーのファンの女の子たち、はい、アルチューと呼ばれてる人たちは今は元気ですか？元気でやってますよ。あんたちゃん真似だよね、あの、なんて言うんだろう、例えばさ、はい、六本木のその中華料理屋にみんなを集めて、うん、あの会を開いて、俺よく見かけるんだけど、あそこで君たちの会もうやってないでしょ、ルーテンでしょ、ルーテン、ずっと前ですよ、それ、タクロさん。なんていう知ってね、ファンクラブの、いいな、アーティストだと思うんだよね。スキーツアーやったりするんですよ。ねえ、ハイキングにね、バス3台でね、一、うん、人ずつ乗って、うん、あの、相模湖行ったりとかしましたよ。いいよね。やっぱり、いわゆるニューミュージックっていう中には、ね、見当たらない売り方っていうキャラクター。やっぱ演歌に近いですね。近い。ものじゃない。俺、あの、ルーテンで、あれ、ずいぶん前か、あれ。もう、ずいぶん前ですね。俺、あれ見た時、悪いけど好きだったもん。気付けろよ、お前っていう。なんでいや、それでね、六本木では、あの、アルフィーの3人とはね、いろいろ思い出がありまして、ディスコ行ったんですね、ある日。それでね、なんていうんですかね、まあ、あの、ディスコですから、踊るとこなんですが、あの、酒の、飲み屋と間違えてるんです、僕たちはほとんど。水割りを20杯だ、バーッと目の前でってこうやって飲むんですが、うん、なんか結構飲み足らない。面白いとこ行きたい。有名人だみたいな。誰も気がつかなかったね。気がつかなかったですね。何になるぐらい、酒だけって言っても誰も見てくれない。わざわざね、読んで読んで。ファンギーの宝じゃないか、とかいう。いや、歩きがついてんだけど、六本木あたりだとほら、ね、知ってる人が出てる、歩いてるとか言ってもさ、うん、そういうのを指さしたり見たりするの恥ずかしいんやつ、知らないよね、プライドがある、あるいは関心がない、関心がないんですね、多分それでしょうがない、しまったって言う、わけのわかんない。こうやってあれとかですね、横浜に住んでるのに、あの、オールナイトニッポン終わった後、それから飲もうとか言って、僕に3時ですよ、夜中の3時で飲み始めて、で次の日のあれも日が明けてきた、日が照ってますよ、カンカンでですよ。じゃあ僕はそれまでだから、タクロさんについて飲んで、あの、手料理を元奥さんの手料理をいただいて、それでスタジオ行こうって、タクロさんの自分家の自宅のね、スタジオがあったんですよね、はいはい、それでそこ入ったはいいんですけど、録音しようっていうことになったんですけど、やり方分かんなかったんですよ、タクロさん、自分家のミキサーの機械の。それでユイの一番偉いエンジニアの人を電話で朝6時ぐらいに叩き起こしてね、呼んで、それで録音したりね、あの、秀樹に送った曲とか。何を録音したんですか？え、アルフィーの曲を録音して、その感想で、タクロさん、この感想には笛を入れよう。笛を入れよう。縦笛ですよ、なんかね。民族楽器みたいなやつ。で、これ似合わないなと思ってるんだけど、タクロさん、かなりもう酔っ払ってますからね。この感想には笛が合うよってんで、いいやろ、いいやろ。合ってないよね、合ってないの。ひどかった。ひどかったよね。おいで、笛が入って。ああ、よくできたとか言って満足しちゃったら、もう表出たらカンカン出るんだよ。それで拓郎さんもう、あの、庭掃除だ、庭掃除だって言って、ホース持ってね、庭を掃除したはいいんですけど、暑くて、それで寝ちゃったんですよ、拓郎さん。俺、あの、なんか、庭で寝ちゃったんよね。寝ちゃったの、そのカンカン出るの庭で。で、パッと気がついたらね、俺ら庭掃除してたんだけど、拓郎さん見たらもう汗びっしょり真っ赤になって。これで、拓郎さんやばいよ。起きなきゃ日射病になるって、もう死ぬ寸前だったんですから。僕らのことは、あの、あれ以降、恩人って呼んでくださいよ。ね。俺はあのまま死んでたかもしれない。死んでたかもしれない。それで部屋に入れて、うん、で、あの、お蕎麦屋さんでそうめん取ってもらって、それで食べたんですよ。それで、俺らそのまま仕事がその日あったんですよ、夕方。行ってたよね、なんか。それで、小田急線でしたっけ？うん。そうそう。小田急線だった。田園都市線だ、うん。それで昼過ぎに帰ってきて、そうめん食って。若かったね。あの頃ってさ、ある日ってそんな人気なかった？出た頃。人気だいぶ出てきた頃から。あ、まだ出てない。自分で言うからいいよな、お前ってな。出てきた頃ですけどな。なかなか自分で言わないんだけどさ、どうですか、人気出た頃ですって。わかりやすいけど、言わないんだよ。でも だからお前ルーテンでさ、集めてパーティーやるっていう、そのノリがね、ファンの子集めて。ファンの子集めてね、あれは絶対ダンサブじゃないんだよ、狙いが。違うかな、やっぱり。違うって、アルフィーの意見。付き合わなさなきゃいけないですかね。いや、アルフィーは付き合わなきゃダメよ。うん。だとダンサブとか、うん、違ってんだよ。うん。高見さんなんか違うって、あの、済ました感じは。王子様って違う。王子じゃないって、誰が自分で思ってんだろ。いや、自分は思ってないですよ。そう、うん、桜井は自分で。誤解されやすいんですよね。王子だって。王子だ。思わないって。一度アルチューを集めてね、俺話してみるから。だよく知ってる人はもう分かってるんですよ。拓郎さんとかファンの子は高見沢ああいう人間だからってとんでもないわけ分かってるんですけど、やっぱ一般的にはね、その繊細なね、うん、指も細いし繊細な色でって何にもしなくてね、スーッと歩いてると繊細な、うん、まあ王子様はひどいけど、うん、まあ繊細な人なのかな、財津、はい、さんみたいな人かなとか、財津一郎さんとか
違うだろ。加藤さんです。ああ、そう、あゆみさんなの高見さん。いやいや、ね。結構スポーツマンですよ、あいつ。とんでもないやつだよね、高見さん。いないけど、いないから。曲入りですか？うん。あ、8時だから。はい。あなたは高橋さんでしたっけ？ごめん。鈴木さんでしたっけ？佐藤とか、ありふれたんじゃない？何人でしたっけ？だから斉藤さん。斉藤さん。はい。斉藤さん、向こうのイヤホンに入った返事じゃないよ。そう、今俺も入って言うとは何だろうサブの方だね。もうはっきり言ってね、時間的にわけわかんなくなってたよ。お前も変な時期かな。お前もっと早くやことは。状況わかんなくなっちゃうもん。もう知らない。はい、馬が馬が。そうだ、だって。何なの俺は。ね、8時だから、はい、どうしようっていうの全員集合じゃないですか。違う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 って電話の行くっすえ何何高橋さん高橋さんじゃない電話の行くっす終わりですおっとはいすごい突き放したいいですねさっきまでの丁寧なこの曲はなんか FM っぽいですよねすごくさっきからね評判だったの素敵だなってね電話よく行くっすって言うつけられて痛いなあかなって見たんですよね本当にあのファックスアワード受け付けておりますので0488220755 0488220755はい全然分からない思い出しちゃってファックスをいいですとかってつい釣れたかったですよね、うん、すいませんファックスはもう終了しましたので、うん、はいあファックスじゃない電話が終了しましたごめんなさい電話が終了しましたもうわけわかんないごめんなさいファックスは今でもお前向かって欲しいですかねな行こうよみんなにということでまだたくさんリクエストいただいてますのでご紹介したいと思います、はいこちらは横浜の石川純子さん、うん新座市の相田文明さんあった国立の高野森和さん、うん、武田さんいつまでいるんですかわかりました竹馬で、はい、そして大宮の竹代さん、うん、竹代さんですか竹代さん竹代さん、うん、横浜の斉藤秀成さん、うん、高校生の時深夜放送を聞いていていい曲だなと思いました11月の武道館楽しみにしていますせいやーん川越の長谷部真由美さん、うん、そしてこちらはファックスで戸田勝俊さん、うん、最近また盛り上がってきました最近また盛り上がってきたこの誰だ戸田勝俊勝俊とんでもないやつだよ、いるね、やっぱり日本。最近また盛り上がってきましたね。最近また盛り上がってきましたね。僕が拓郎さんを知った時が最後のあがきだと思ってました。ヘッドホンね。どうえ近くのご意見でかこの野郎。嬉しいです。うん、文化祭で。確かにまた盛り上がってきてて、ね、最後のあがきじゃない。最後のあがきがいっぱいあるってのもいいですよね。ラスト、ワンラストのやつにつまごい。僕は完全にあれ、周りは騙されてましたね。うん、終わるって。僕は絶対終わんないけど、ね、南高卒もねやめないと思うよあれやめないですよ来年待てると思うんだあれいや来年かどうか俺この間見てねこいつやるなと思ったもんだって別れ際にさ「タクちゃんこんなに入るんだろもう一回やる」ってなんだお前はってとんでもないやつばっかりですね本当に曲いきましょうはい、はいはい、ということで皆さん電話どうもありがとうございました一応8時で終了させてフォンサービスっていうのがありまして番号マスとナクサリが聞こえてこれ電話料金ですよねすごい電話ですぜひ最後まで聞いてください電話機にすごいのに最後まで聞けてくださいおしつけですね本当に時間はアルフィーの坂崎さんをお迎えしてお送りしておりますが吉田拓郎ヒストリーということでどんなものが飛び出すかヒストリーこれはあれですねこういうのって FM じゃなくて AM ではよくある光景でしょこのなんか拓郎さんの深夜放送って多かったですか多いんでこのパターンがそういや僕自分でこれを今経験できるっていうのはね、うんちょっとその学生の頃の自分から想像つかなかったですよく来たじゃんアルフィーでいやでもやっぱ違いますよなんか この感じはよくマリコの部屋マリコの部屋からなんかいっぱい歌ってるあれ見てこいぞあれ知らないやつだ知らないぞあんだけ歌っといてさあんだけ人笑かしといていやでも本当ねあの高瀬さんが乱入したりとかねよく新放送でありましたよ小室さんと一緒になんかあったり、うん、拓郎さん僕はねあのいろいろ拓郎フリークというね、はい、風に世間では言われてますけど、うんレコードになってない曲も結構知ってるんですよ。どういうの例えばですね、まっすぐ入ってごらんよ、道が二つに分かれて、途中に小さな穴があり、そこから覗くとほらごらん、広い世界が君の前とか。まるっきりさ、あれですね、今で言う。なんですかあの、いるじゃないですか、そういう人、ギターの人歌うと。上げてきました、僕はその辺の短編集を。ねえ、誰だっけねえねえねえ。誰ほら、メガネかけてさ、歌うやつ、ギターで。カモン、カモン、カモン。
ほとんどカモン達夫だね、それね。あとね、春でもないの。あ、それはいい歌なんだ。それ好きなの。夏が、あ、そっち。夏なのに秋が来る。秋になっても冬が来るの。冬なのに春が来るって食べされたんですよ。いい歌ですね。本田ルツ子。本田ルツ子。ですよね。すごいのありましたよ。俺カモン達夫より先輩だね。早歌って結構ありましたよね。あなたのってでしょ。お家が水洗トイレな。そうだね。これタルさんだったか。そしてそれが洋式トイレなら。私一人で座ってみたいな。いつまでもいつまでも。あのどうもまでかけまでよ。まえどうも。それそこまでやってるの。俺さ、ええ、あの帰りたい。なんかもう大宮やめた。これどうした。どんなに悲しいことがあったって私のペラペラの心は泣けはしないと思っていたけれど涙が出てきてしまったからとてもおかしくなっちゃった。どうも騙されたってこれ。どうもどうも掴んでるねー。そういうのね掴んでるけど楽なステージだったな。それだと100本できるな。うん、これをね10曲ぐらいヤングタン東京でやったんですから、ね、私帰りたいね。なんか結構自分でさ、さっきの小室さんがやってくれたとことか聞いてると、ええ、結構栄光だな俺って自分で思ってたんだけど大きな間違いだね。見てますからねやっぱ見る人は。でこうしてプロになってる人間もいるんですから。怖いですよ影響力は。そういうカモンさんにももしかしたら影響を与える。カモンってこの間打ち合わせ聞きましたよ。しょうもない詩をいっぱい読んでくれてくれてね、バカやろしょうもないこんなのとか言ってましたが全然変わらないと思う。今はっきり小室さん、もうここで君が入ってくればほとんどパーフェクト。パーフェクト。ご無沙汰してます。小室さんあれらしいですね。あのアルフィーの、はい、あじゃないあのなんだっけ、いわゆるコンフィデンスの曲を作曲して、はい、それでコンフィデンスが歌ってた。そうそう映画音楽のねえ、愛よこんにちは。はい、これさっき言われたことだろ、この野郎。こうやって、こう言いなって。それがこの前の第一弾だったんですよ。言わなかったんで、ちょっと言わねえの。で、結構自分でさ、軽いこと言うわけよ。なんかさ、まあ、俺を狙ったんじゃねえか。みんなが。だけどさ、あんたしか知らないよ、その時。FM をほら、聞きながらさ、柔らかいタッチで聞こえてくるときに、あの、それをここ森歌にして、こう、うとうとっとしてるって気持ちいいじゃん、すごく。うるさいなこの番組は。やっぱり俺ねあの下のねソファーのところで、うん、寝ながら聞いてたの。それでトロトロっとしながらさ気持ちいいなと思ったら突然なんか、うん、あれやかましいやかましいもう俺寝てらんない。やかましいと思うよ、うん、あと2時間我慢しろバカ野郎か。もうすっかり深夜放送な。8時半ってまだまだ8時半おなやみぱんぱっいみゅうびすごいですね。これやりましょうか。小室さん覚えてます。小室さんはどうですかね。それカッパなんかつけてんの。カッパあります。小室さんカッパなくても上手いですよ。いやいやもう変わってきたな。こういうののギターの多分当てなくても分かりゃしないね。分かる分かる。フォークってのは似てればいいんだ。あ近ければいいんだよ。自分のだけどこれチューニングっていう曲ですって言ってたよね。これで大体10分ぐらい持つからね。昔いい時代だよね。小室さんなんか12弦弾いたら12弦弾くの20分ぐらいかかるからこれ弾けないよ。でも全然弾けねえやって小室さ ん僕ら小室さんはコピーしたんですよ、ね、そう、あなたはコピー。そういう立場の人間を目の前にショックだよな。ショックですよ。ショックだよ。そうだよアパチュアみたいだね。向かってみ一回やってみあれパフってやってみ。これゆっくりしてるからね。ドンシングトラッシュ入れてみ。
これがだから こっちにちょっと注意してイングリングもできないからサーモン、あーそんなのありましたね、サーモン、本当詳しいねサーモンってありましたね、いいよ、いずれ触れたら、はい、指が触れたらポツンと落ちてしまった椿の花みたいにおそらく関連したんだね君はいつものように電話に僕を呼び出し僕を笑わせた後でその宣言をしたのだったお料理を習うあんざらそたもんじゃないよそちらから電話を切ったから君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう中だけ詳しいんだ受話器を置いたら終わってから初めて気づく運命みたいに僕にも悲しみが湧いてきた君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだお料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ突然とても確かになったのは取り残されたのは僕だったということなんだうまいねさすが小室さんリズム悪いね小室さんついていけないんだもん小室さんよく動くねそれえそれ現役ですからってだってあいつずれに3ピックなめてるの俺ないんだもんあそれそうなのそれ借りたら3ピックって皆さんなんとわからんと思うんですが、ね、そういうのちょっと2人でやってよなんか3フィンガー3フィンガーですか、うん、パフなんでもいいもう坂崎パッて弾けばすぐ小室さんあそれっていうなんですかね。難しいですね。帰って。帰って難しいです。なんとかをや、例えば六文銭やってる。六文銭やって？やってやって。ね。六文銭。うん。あれは？夏二人でできる？あできます。あれあできる。すごいな。あれはねキーは D なんですけど、ね、小室さん半音として C で言ってるんですよね。すごいね。ですから。これいい歌なんだ。C でいきましょうか。C。小室さん、夏二人で弾けるやついないよ、すぐパッて。僕、どっちのパッて。いや、どうぞ、どういう歌かも。今年だけ、かかりはね、僕たち二人で歩いた。じゃない、お前たちは。高田さんのパッてちょっとやってもらえますか。僕、暑い夏の盛り間に、盛り。暑い夏の盛り間に、歩いた。せーのと。はい。暑い夏の盛り間を。僕たちウキウキ歩いた立ってないでしょ光の隙間をすり抜けてはどうしてもまっすぐに歩けないにぎやかににぎやかにできるだけにぎやかに難しいね。僕あれも好きなんですよ、小室さん。なんだっけな。おお。何そのおおってな、わけや。じいさんの。朝。
僕は汽車に乗った」「きっと汽車に乗った」おお、ロコモセみたい。5年目の銀座を背負ってこの汽車に乗った。5年目のギターって言うと知らない。5年目のギター、5年目のギター。小室さんと、小室さんと石川とか言ってたね。小林と昔のロケ。なんでさ、こっちが知ってるわけ。そんなに。それ小室さん、歯がないんだよ。一昨日に勝手逃げていた。それから激しさは覚えてますね。ナナナナナ、覚えてないです。覚えてないですね。ナナ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 。それ何じゃ。それから、これ岩沢達也が作った。ああ、サチン。うん。ブレッド&バター。いやー、責任感の欠如を感じるね。そういうの聞いて育ってましたからね。責任感のかけらもない。かけらもない。ホーライフの社長の頃から。ひどい話でしたね。でも、君全部知ってる。大体グループごとに行けば、チューリップやってくれてチューリップ行きますよ。かぐや姫とも全部です。かぐや姫行きますよ。何か行きましょうかね。あの、拓郎さんがプロデュースしたっけ。見てるんだ。あ、僕は何をやってもダメな男です。どうして本当に歩いてておしっこをかけられました。その声、ガムを噛んでも見てるね。舌を噛んでしまうし、電車のドアにお父さんで一緒に走ったこともありました。どうしてそんな似てるの顔か、声、声。いや、わかんないですね。似てるね。だってこれ、考察だと思っちゃうよね。思っちゃうよ。本人だってもうこうは歌えないよ、ね。歌えない。そうですか。これ、めちゃくちゃ大変だから。そんなのし、よく、ね、うちでこうやって練習したりするわけ？いや、聞いてたんですね、よくね。その考察の声も似ちゃうっていうのはさ。やっぱ聞いてると、お前モノマネしてんのとか入れるね。いやいや、あっちの線だって言ったでしょ、ある日は。だってさっきのビートボール聞いててもさ、あの頃の声っていうことでは、坂崎の全然あの頃の桜の声だよね。もう君にはできないでしょ、あれ。そうそうそう。ね、そうそうそう。そうそうそう。わかんない。わかんない。本人のわけわかんない。そうだね。結構だから、よく、ね、その、友誼関係の。人たちとか、うん、でもあれですよね、若い人から見ると僕らデビューしてもう16年なんですよね、うん、で小室さんとこにあのお世話になってから20年近くなりますんで長いね。拓郎さんがデビューして20年でしょ、うん、だから多分ね、若い人が見ればアルフィーも拓郎さんも古い人たちだっていう風に、でもそれにしてもあの頃のこう見られっかもしれないものをまだ弾けるってのはすごいね。それなんだよ。しかも人のものだよ。人のもの。自分の忘れてる。自分の分かんなくなってる。自分の分かんなくいや、でも、拓郎さんとか六門線とか、いわゆる、その頃のは覚えてますよ。へぇ、うん、僕は六門線のものを、ほとんど歌えないね。あんなにやってる。雨の空から。じゃあ、小室さん、それを歌って、このコーナーを締めましょうか。そうですね。はい、歌ってください、じゃあ。小室さんの生で弾くのも久しぶりですね、雨の空から、これだってね。これ、高いんじゃないですか、大丈夫ですか。もう、それじゃ、でですよ。それだけですね。高いんじゃないですかってよ。俺は戦いに来たね。雨が空から降れば、思い出は地面に染み込む。雨がしとしと降れば、思い出はしとしとにじむ。
黒いコウモリ傘を差して街を歩けばあの街は雨の中この街も雨の中電信柱もポストもふるさとも雨の中しょうがない雨の日はしょうがない公園のベンチで一人お魚を釣ればお魚もまた雨の中しょうがない雨の日はしょうがないしょうがない雨の日はしょうがないしょうがない雨の日はしょうがない雨が空から降れば小室仁志でした。